理学療法士の小野志壮です。6月の後半から中整形外科京都サイエンリハビリテーションクリニックでお世話になっています。理学療法士になったのは1999年です。なので今年で22年目になります。今まで総合病院とか整形外科病院とかで、いろいろ、いろんな経験をさせていただいて、で、多くの整形外科医や理学療法士の先生方に、ご指導いただいて、成長させていただいたと思っています。中整形外科、京都サインリハビリテーションクリニックで、今まで培ってきたものと、この、こちらのクリニックの、すごく理想的な環境と、で今まで培ったものを合わせて、一人でも多くの患者さんのために、リハビリテーションを提供したいと思っています。これからよろしくお願いします。